おはようございます。おはようございます。毎日ですね、はい、6時ぐらいになると必ず同じ時間に来て、ラジオ体操を元気にされてる姿を拝見してるんですけど、はい、もう欠かさずやってるんですか ?365 日のうちにさ、ここでは360日ぐらいはしてると思う。すごいね。それはもう何年ぐらい続いてるんですか6年か7年ぐらいかな。それまでは何かこう運動とかしてたの？いや、特にはしてない。でも寒いでしょう。今ここに来ようと思うと何時ぐらいに起きて？いや5時ごろに起きて。あ、5時ぐらいですか。特に変わったことはない。たくさんみんな頑張って。頑張ってますよね。向こうの方でも皆さん集まってラジオ体操されてる方もいらっしゃるし、おじさんたちね、ね、真ん中の方には今日はちょっとおられないけど太極拳されてる方もいらっしゃるし、なんかお伺いしたら20年ぐらい毎日やってるんですよって話だったんで、はい、今日はもう少し後の時間だと思うわ。あ、そうなんですね、ちょっと早すぎた。はい、いや私ね、前に夏頃は暑いからもっと早めに来てたんですよ、はい、だから多分お見かけしたと思うんですよ、帽子をかぶってね、やってらっしゃったお姿がすごい印象的であって、寒いからなかなか朝起きれなくていや、もうラジオの6時半からラジオ体操が始まるので、はいはい、その時間に合わせて、はい、ここにたどり着くように、あ、なるほど、時間合わせてきてるから必ず6時半になったら、はい、多分連日ここにいると思いますよ。ですか。なんか健康の秘訣って何ですか？いや、特にない、もう歩いてるぐらいかな。なんかでもね、こう踏ん張ってこうグッと足腰でやってる後ろ姿を見てみると、すごいハツラツとされてますよ。そんな大したことやない。はい。でもなかなかね、毎日のことをね、コツコツやるっていうほどが難しい。意外とね。もう恥ずかしいような話ばっかりで、特に何も変わったことはない。もう他の人もみんな、はい、やってらっしゃるから。はい、でこれラジオ体操終わられて、もう毎日帰られて、あとストレッチ体操して、あ、ストレッチするんだ。ここで、はい、いろんなことして、はい、道具をありますね、はいはい、だいたい何分か何時間ぐらい公園におられる？家出てここまで、はい、だいたい時間か2時間ぐらいはうろうろしてます。あ、そうですか。買い物して帰って。じゃあもう朝から燃焼ですね、体の。はい、そうですか。いや、もう何も、特にお話することはないわ。いや、そのお話だけで十分ですね。はい、なんかこう我々から見てもね、こうありたいなっていう姿ですよ。はい。はい。なんか今後のなんかこう目標というか、こうありたいなっていうなんか生き方ってあります？なんか特にない。ないですか。帰らない感じかも苦しい。あと続きの体操もせなあかんし、はい、やること多いですね。やることいっぱいある方がええよね。でもね、でもここはなんかね、ガーッと端から光が差し込んできて絶好の場所でやってはりますよね。もうすごい綺麗ですけど、特に今日は綺麗ですね。船もね、こうわーっと橋の下くぐっていってね、いい感じですね。じゃあありがとうございました、はい、もう毎日見守ってます、はい、おられなかったらどうされてるんかなっていつもちょっと気になります。ありがとうございます、はい。